の粉とひき肉のソースをパスタに絡めて食べるっていうのが今回の、塩ボロネーゼなんですね。あえるときは、ね、火を止めちゃって大丈夫です、はい。はい、ということで皆さん、今日は全然背景が違うの皆さん気づきましたか？今日はですね、なんとあるお方のお家に出張しております。出張料理人、リュウジです。どなたのお宅にお邪魔しているのかと言いますと、こちらの方です。お願いします。はじめまして、前田です。前田さん、今日はありがとうございます。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 なんかこの間ありがとうございます。あの動画で言っていただいて。2年前ぐらいずっとリュウさんの動画を見てまして、本当に初期の頃から拝見してて、ありがとうございます。で、この前初めての僕のチャンネルで料理を作るっていうのをやったんですよ。あ、土鍋で炊いて、ね。そう、はい、料理伝えてご飯炊いただけなんですよ。いや。あたかもリュウジさんからいろいろ教わったかのようにリュウジさんリスペクトでご飯炊きますみたいな感じで、勝手にあの名前はありがとうございます。いや、とんでもないです。コメントで、はい、なんか前澤さんフォローしたいって言ってましたよってみんなバーってついてて、はい、結構僕の話してくれて、ゆうさんの話しかして、いやもうめちゃめちゃ嬉しくて、今日は一緒にお酒を飲みながらやらせていただきたいなと、本当に楽しみにしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。僕の好きなじゃレシピいくつか言っていいですか？ゆうじさんのやつでよく自分でもやらせてもらうのが鶏チャーシュー。鶏チャーシュー、ああ、めちゃめちゃ嬉しいですけど。ありがとうございます。あと、あの無水鍋、ごま油の、あれもよくやりますし、すごいヘビーユーザーです。チキンのやつはちなみにほぼやりました。酔いどれのやつとか、お好きって聞いたんで。鶏大好きで、つまみ系だったらきゅうりの白だしにつけるやつ、白だしつけるやつ、あ、一本漬けみたいな。そうめちゃくちゃやってくれる。なんかあんまりお料理されるっていうイメージがそこまでなかったので。意外と作るの好き。いや、ありがとうございます。全然下手ですよ。いやなんか今日も変な手伝されたりして困っちゃうぐらい下手なんですけど。いや、とんでもないです。本当に飲みながらやっていいんですか？っていうか、もう僕飲みに来たんです。お、はい。一応僕、はい、ちょっとお土産を持ってきまして、はい、多分いつもいいお酒を飲まれてると思うので、はい、たまにはちょっとこういうのを、はい、え、これ強いやつですか？ストロングゼロっていうんですけど。前澤さん飲まれたことありますか？ないですね、はい、ないですよね。はい、じゃあ乾杯を。はい、今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。はい、もうしまいましょう。はい、しまいましょう。はい、ということで、はい、今日は前澤さんと一緒に楽しく飲みながら塩ボロネーゼ、塩ボロネーゼ、はい、トマト味じゃないさっぱりしたボロネーゼ、最高です。2人でやっていきます。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介いきたい。はい、今回ね、かなりシンプルなんです。牛豚合いびき肉です。合いびきで、はい、合いびき肉、あとマッシュルームです、うん、はい、マッシュルームが今回の、まあ、ほぼ主役ですかね。これはその辺のスーパーでも手に入る、その辺のスーパーのやつです。はい、その辺のスーパーの7分茹でのやつですね。まあですね、はい、1.6 ミリぐらいですか？ 1.6 です、ね、そうですニンニクです。はい、はい、これは海外産のやつ。ほぼニンニク使いますもん。ほぼニンニクですね。はい、ニンニク入れとけばいいと思って。なるほど。ニンニクと白だしですね。ニンニクと白だし。はい。もうさすがですね。はい。ありがとうございます。で、今回はこの食材でやっていきます。はい。はい。これ一人前。一人前です。はい。で、早速調理。早速調理ですね。お酒飲みながらじゃないとほぼ調理されないじゃないですか。できないですね。できないですね。郷に行っては郷に従えて、はい、僕ん家なりのお酒を出すってことでもよろしいですか？あ、お願いします。ワインワイン、ワイン、はい。しかもこれにきっと合います。赤ワインを出そうかなと思います。はい。あ、ありがとうございます。いいですか？お願いします。じゃあ、ちょっと早速用意します。はい、お願いします。はい、じゃあ、早速赤ワイン。赤ワイン。お持ちしたんですけど、はい、ちょっとだけ解説していいですか？あ、お願いします。まず、フランス産です。フランスというと、ボルドー、ブルゴーニュっていう、はい、二大巨頭なんですけど、はい、こっちはブルゴーニュです。ブルゴーニュ。で、ブルゴーニュの中でも、エシェゾーっていうグランドクリューって書いてますんで、はい、特級畑で採れた2005年のワインで、はい、エマニュエル・ルジェさんっていう結構有名な作り手が作られた牛飼いです。はい、早速開けさせていただきます。あ、お願いします。ちょっと緊張しちゃう。これ一番緊張しちゃう。赤ワイン飲みながらって僕の記憶では見たことないんですけど。あ、でも結構ありますよ。あります、はい、あります、あります。あ、ありがとうございます。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。エシェゾーです。この辺のソファ行って休みたいです。あ、行きたいですね、これはね。本当にくつろぎたいですね。もう来てよかったわ。もう来てよかったわ。けど本当これに合いそう。じゃあやってみましょう。じゃあ、はい、早速、はい、早速もう一杯飲んで、はい、じゃあやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあまずニンニクです。ニンニクをこう、切ってですね、おけつを切り落としてこうちょっと巻きます。
はい、ちょっとこの芯はね取り出します。焦げやすいんですよね。うん、はい。ニンニクはどこさ、青森産にこだわってるとかそういうのも何にも。は、逆に海外産僕使ってますね。けど、リュウジさんのアドバイスで、はい、香りが欲しいときは中国産とか。あ、そうですね。はい。めちゃめちゃ見てくれてありがとうございます。すげー言ってますね。ガチで見てる方しか知らない情報ですから。はい。ありがとうございます。結構ね、香りが強いんですね。青森産とかは逆に嫌な香りがしないっていうのがあるんですけども、うんうんうん、こういう場合は海外産の方がいいかなっていう感じですね。うん、こう切って。うん、で軸の方は結構いい味がするので食べちゃいます。はい、今日は前澤さんにバズレシピエプロンをしていただいてます。はい、ありがとうございます。もうぜひ使ってください。これはじゃあ前澤さん、このマッシュルームをちょっとみじん切りにしていただいていいですか。僕なんかは、じゃあ1個やりますね。はい、じゃあもう僕なんかもこんな感じで。いや全然、まあ、みじん切りのやり方もいろいろあるんですけども、うん、僕なんかもこうスライス重ねちゃって、うん、そうすると千切りになっちゃうんで、うん、横にして、まあ、これでこのみじん切りにするとパスタによくこのマッシュルーム自体が絡むの で、 はい、でマッシュルームっていうのはものすごくうまみを持っているキノコなので、これをこうソースにしてしまうっていうような感じですね。マッシュルームとコンソメってすごく相性がいいので。大丈夫です。すげえ緊張するんだよね。意外といけてない。あ、バッチリだと思います。初公開じゃないですか。うん、いや、マジそうですね。そうですよね。料理姿はご飯炊くっていうのを料理してないですかね。いやもう自分のやりたいようにやるのが一番です。なるほど。じゃあ OK です。はい、はい、ちょっと飲酒タイムが終わりました。はい、すごくお上手です。ありがとうございます。共作ということでね、今日はね。これで準備は整った。これはで準備は整いました。はい、麺一緒に茹でてもいいんですけども、はい、まず最初にソースを作っておくとスムーズにいきますんで、はい、ソースを作っていきます。わかりました。はい、じゃあここから火を使っていきます。はい、白だし今日ないですね。白だしは今日ないんですよ。なんかワインって聞いたんで、はい、やっぱワインはちょっとだし系ではなくてコンソメなのかなという。火使ってオリーブオイルですね。はい、小さじ2杯。まあもう大体です。適当です。はい、はい、この感じで、うん、これね、合いびき肉ですね。先に合いびき肉を、ね、はい、入れていきます。はい、で最初にお肉をカリッと炒めるんですね。はい、はい、そうすると香ばしさが出てくるんで、はい、中火ぐらいです、ね、中火ぐらいです。でここで塩コショウをします。はい、お肉に下味をつけます。うん、パラパラ、うん、黒コショウ。前澤さんあれですか、こうお酒は結構飲まれる。ワインだったら一人で一本は飲んじゃう。本当ですか。あ、話し合いそうですね。はい、プライベートでもぜひ。ああ、ぜひ。お互い千葉だし。あ、本当ですよね。まあ、助手がワイン。あ、全然。僕もちょっと負けじといただきます。うん、うまいですね。これ、ちょっと聞いていいですか。はい、ちなみに、おいくらの。これは、はい、多分ですね、はい、30万。30万本当ですか。お店で買うとそのぐらいするかな。俺、大丈夫だった。ちょっとテストを取って。ちょっとすいません、その30万のワインを飲む前にストロングゼロを。30万のワインを飲む前にストロングゼロを。柴犬色ですよね。あ、そうです、ね、狐色なんて。そうです、僕いつも柴犬色って言ってますけども、ね、誰が狐なんて見たんだっていうね。そうですね、めちゃめちゃ見てますね、僕の面白い動画。ありがとうございます。狐色って言っちゃいがちですもんね。言っちゃいがちですね。結構狐なんてお前ら見てないだろ。狐見たことないので。だけどマッシュルーム、はいはい、入れていきます。はい、これがもうほとんどの味の初めての共同作業の、はい、うーわ、美味しそう。あ、これがパスタにすごく絡みついて、うん、うまいんですよね、これね。うんうん、マッシュルームっていうのはみじん切りにしたものをちょっと炒めていくと、うん、こうちょっとこう全体的に柔らかくなっていきますので、きのことひき肉のソースをパスタに絡めて食べるっていうのが今回の、塩ボロネーゼなんですね。コンソメです、うん、はい、コンソメがね、小さじ1杯です、はいはい、やっぱり、味のついた、うん、なんかお出汁的なところを入れると、うん、日本人好みの味になってくるので、化学調味料嫌う人いるじゃないですか。いますね。それはどういう、リュウジさんは。そこはリュウジさん遠慮なく味の素を使う
使うし、遠慮なく使えますね。体、うん、はい、に害があるもんであれば、うんうん、あの良くないとは思うんですけども、うん、基本的にその害がないっていうのが証明されてるので、確かに、はい、うん、なので、美味しいと思うものは、うん、美味しいでいいんじゃないかなっていう感じですね。僕もそう思います。あ、本当ですか、はい、味の素もこだわってね、何振りとかってやりますもんね、うん、そうですね。けどあれ、はい、ここの詰まり具合で振っても出ない味の素もありますね。あのちょっとしけっちゃう時があるんで、薄力粉を入れるんです。これを入れることによって茹で汁これから入れていくんですけども、うんうんうん、濃度がついていきますので、はい、小さじ1杯小さじ1杯、はいはい、これを、全体で絡ませると、はいはい、パスタそろそろ茹でましょうか。パスタ茹でましょう。はい、じゃあ茹でます。はい、お願いします。はい、手で茹でてます。はい、あ、これです。これ前田さんの。はい、これ自分です。あ、ちょっと、見てもいい。これちょっと、けど自宅で作るペペロンチーノって全然うまくいかないのが、うん、そうですね。ゆりさんのあれ見てから初めてうまくいったって。本当ですか。こんなとろみつくんだみたいな。革命ですよ。ありがとうございます。本当に革命いただきました。ありがとうございます。パスタ革命。パスタ革命、めちゃめちゃ嬉しくなって、ちょっとさ、ね、お酒がさ、あ、すいませんね、なんか本当にまずい、すいません。僕もいろんな人にあれ紹介してます、うん、本当ですか、はい、あ、 ありがとうございます。前田さんが紹介するとどんな人に行き着くのかもめちゃめちゃ気になりますけども、で、今パスタ茹でてますんで、はい、こっちはまああんまりこう火入れちゃうと焦げてしまうんで、うん、今火止めてる状態で玉一杯、だいたい 50cc ぐらいの、はい、茹で汁を入れます。はい、はい、で、これちょっと取ってきます。はい、あ、じゃあ切っといていただいていいですか。ありがとうございます。パスタ投入します。投入お願いします。はい、お願いします。はい、はい、で、火を入れながら、うーわ、うまそう。これはうまいよ。そうですね、もう和えるときはもう火を止めちゃって大丈夫です。はい、で、そうするとこのマッシュルームとひき肉の旨味がもう全体にくるので、美味しそう。これで完成です。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ盛り付けに、はい、これね、前田さん、これは何ですか。フォークとかナイフとか入ってる。フォークスプーンでいいですか。フォークスプーンで、はい、はい、盛り付けにじゃあこれちょっと、はい、使っていいですか。はい、僕もともとホテルマンだったので。あ、そうだそうそうなんです。はい、こういうのは一応できてるらしいです。あ、すごい、はい、そう。いや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 、これが初、これも初お披露目。そうですね、まあ、一応なんか生地とかにはなってるんですけど、あの人に召し上がっていただくのはちょっと いい、うん、いいやつを選ぶので。あ、はい、黒胡椒とか引きそうですね。あ、そん、そうなんです。そうなんです。相当見ていただいて、ありがとうございます。で、ここで黒胡椒がちょっと、はい、最後にパラッと引いて、じゃあこんな感じで、はい、これで、あ、はい、塩ボロネーゼ、塩ボロネーゼ完成でございます。完成。ということでできましたので、早速、食べていきたいと思います。どう見てもうまそうです。はい、いただきます。はい、結構飲まれますね。もうボトル空きそうですけど。あ、本当ですか。30万のボトルを早速もう空きそうなんです。すいません、本当にさっきスタッフからちょっと怒られたんですけど。そうですか。はい、ちょっと取り分けさせていただきます。はい、はい、お願いします。はい、いいですか。はい、ひき肉が結構絡んでると思うんですよ。はい、いいですか。はい、じゃあいただきます。いただきます。いただきます。めっちゃ緊張すんのよ俺。めっちゃうまいです。めっちゃうまいですか。やばい。ありがとうございます。天才ですか。いや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 、なんなの。そう、僕も食べさせていただきます。はい、天才、うん、めっちゃうまいですこれ。え、みんなにも食べさせてあげたい、うん、あ、ワイン超合いますね。合いますか。合いますね、これやばい、やばい、めっちゃうまい、これいくらでもいけます。ほんとマッシュルーム効いてる。そうなんですよ、マッシュルームの旨味がもうかなり麺に絡んで、うん、レモン少し絞ってもらって、この味変も結構効きます。うん、うん、いや、ほんといくらでもいける。ありがとうございます。これちょっとカメラなかったら普通に食いたい。カメラの向こう側の皆さんに食べさせたい。スタッフの皆さんがね、いっぱいいらっしゃるんでね。シンプルでいて癖になる味、マッシュルームのソースみたいな感じですね。けどこれ見た目でマッシュルーム入ってるって結構分かりづらいから。分かんないですね。でもさ、前田さん、あ、すいません、ありがとうございます。
レシピの考案はどのタイミングなんですか？寝てる時に降ってきたりするんですか？冷蔵庫見るとイメージができるんですか？はい、例えば前澤さん家に遊びに来て、うん、冷蔵庫これしかないんだけど、うん、なんか作れるって言ったら多分そこで新しいレシピ生まれると想像するわけですか、ね、はい、なんか撮影終わるといろいろ余るんですよ、うん、食材が、うん、その中で食材無駄にしたくないよね、うん、じゃあこれなんか作んないとってなった時に、うん、じゃあ今まで作ってない料理なんだろうなって言って調味料とかいろいろ駆使して一品仕上げたりしますね、うん、はい、だから大体余り物で作ります。リュウジさんでもクラシルとかクックパッドとか見ることあるんですか？一般の方のね、知恵が見える、あの面白いですよね。料理人の方のレシピもすごくいいんですけども、うん、実際毎日料理をしてる方が投稿されてたりするので、うん、なるほど、こうすると時短になるんだとか、うん、料理研究家にはすごくいい目線になるんですよね。主婦の方の知恵。そうですね、うん、もうちょっと食べていいですか？あ、どうぞどうぞ、召し上がってください。飲んでいいですか？あ、どうぞどうぞ。マジうまい、これ。本当ですか、うん、あ、めっちゃ嬉しい。じゃあ僕、いまだにテレビとかで共演する方に食べてもらうじゃないですか、自分の料理を、うん、すげえ緊張するんですよ。いまだに皆さんあの味の好みがあるじゃないですか、うんうん、なんでそこに合うかな合わないかなっていうのを結構考えたりして。ほんとうまいからこれ。ということで今回はコラボ一発目ということで、一発目ほんとお見事です。 ありがとうございます。天才ありがとうございます。でもすごい嬉しいです。じゃあ次はマイトさんのチャンネルで。わかりました。はい、教えていただけるんですね。そうですね、それも未発表レシピです。 YouTube 公開はしてないです。それももしかしてワインに合うんですか？ワイン以外の選択肢がないぐらいがワインです。やばいっす、はい、やばいっす。ちょっともう一本開けますか？いいんだったらいいんですけど、ちょっとスタッフに怒られそうなんですけども。前澤さんのチャンネルでは前澤さんに僕が料理を作っていただくと、教えていただく、教えて、はい、教えさせていただくっていうような、はい、じゃあ僕がメインで次はやんなきゃいけないんですね。そうですね、メインでお願いします。はい、はい、頑張ります。ということで今日はありがとうございます。ありがとうございます。塩コロネーゼ、ありがとうございます。